古都京都の文化財は、その名が示すように、京都府京都市、宇治市、滋賀県大津市の日県三市に点在する厚生資産17件からなるユネスコの世界遺産リスト登録物件である。1994年に日本で5件目の世界遺産として登録された。正式名称には三市の名前が含まれており、文化庁の表記や日本ユネスコ協会連盟の表記は、 そうなっているが、しばしば氏名の部分を省略して、単に古都京都の文化財と呼ばれる。点在する17箇所の寺社と城郭で構成される。現在の構成遺産は、国宝建造物があるか、庭園が特別名称に指定されているものだけで、構成されている延暦寺の一部として指定されている、比叡山を除く。一部は、特別史跡にも指定されている。 上賀茂神社下賀茂神社当時清水寺、延暦寺第五寺任那寺病道院宇治上神社港、山寺斎法寺天竜寺金閣寺金閣寺両安寺、西本願寺二条城こと京都の文化財閣の世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。具体的には、登録当時から時間が経過し、周辺環境や景観の悪化が進行しつつあるため、 京都市を中心に遺産の追加登録計画が持ち上がっている。具体的には、大徳寺及び善輪寺が登録に前向きの姿勢を示しているほか、京都市が佐賀の嵐山一帯の追加登録を目指している。このほか、東山一帯、郊外の大原、八瀬地区、倉間、木船地区、また国内町が管理している、皇室ゆかりの京都御所、桂離宮、 修学院離宮、御両のある月輪領潜入時等については法整備など難しい問題もある。なお、桂ラ離宮については当初ユネスコより単独での世界遺産にふさわしいとされた。ありがとうございます。